今日は非鉄と黄金真鍮捨ててきようかと思います。銅と黄金と真鍮、これですね。銅はうん、取れてるな。これは質が低いな。山行きになるかもしれないな、これ。銅は銅、あと真鍮か。あ、これ黄金か。黄金？いやいや、これ黄金、社長適当すぎだな、これ。ちょっともう一回やるか。結構異物混ざってるけど、まあこのぐらいなら大丈夫だな。これもバラせば黄金になるけど、どうしようかな。これも黄金だな。ちょっと選別するか。この部分ステンレスですよね、多分。やっぱステンレスですよ。ここは真鍮なんですよ。切るか。これもステンレスですよね。ここも切っちゃうか。これも鉄ついてるから、鉄も外していきます。このやつは、いや、ちょっと質低いな。まあいいか。外せば通るか。これステンレスですよね。これ電線くずです。これもステンレスですよね。この部分と除去していきます。これはステンレスですね。真鍮が。あとは大体良さそうなんですけど、これ黄金だな。これ黄金、パッキン外すとか黄金になります。この部分真鍮ですね。外します。これステンレスでした。これも多分ステンレスですね。際どいのもあるけど、おおむね大丈夫そうだな。よし、オッケー。これ鉄でした、鉄。もうちょいやっぱ分別するか。これは厳しいな。塩ビ管入ってますね。取ります。
これほうきんですね。これほうきんなのかな。これが謎なんですよね。すごい赤いんです。そのぐらいしかねえな。出発します。先ほどの動画ボールトークスで撮って、なんと税抜き995円、あと5円で1000円の大台に乗ります。で、ほうきんが860円で、真鍮が690円、過去最高だと思います。すっごいな、もう性能だよ、間近ですもんね。これは本当ないか、ないですもんね、銅スクラップが。すごいな。以上。